ジャンボセイダーチャンネル花とハルカとアキとカズです。ジャンボだとね、ゾウと見えますよ、最初。ミャンマーはね、ゾウ？ゾウジャンボとか言う。そうね。動物のゾウ？はい、動物のゾウをジャンボとか、ね。そうなんだ。その名前はね、チェンゼグあるね。カーは逃げるの、いけ、じゃあ、ジャンボ。あー、あの、体に悪いやつか。ジャンボはね、アフリカの言葉ね、スワヒリ語。スワヒリ語、はい。そう、タンザニアとか。アフリカ、なんかね、多分一つ一つ聞くと分かんないから、アフリカのイメージを聞こうかな。アフリカ、暑い？アフリカ暑いね。暑い？アフリカ、水音が少ないでしょ。水少ないイメージあるよね。はい、あ、水音が少ないから大変ね。分かんないです、アフリカの言葉。人黒いは知ってるんですけど。黒いね、肌が黒い人が多いね。あとで戦争いっぱい？はい。そうだね、紛争がいっぱいあるイメージだね。アフリカのニュースはあまり知らないんです。やっぱそっか、ミャンマーにとってあんまりアフリカって近くじゃないんだね。ゼルとか今戦争で大変とか、食べ物とか飲み物は少ないから大変とか。あとでミャンマーじゃなくて他の国の有名な人はあそこに土日ボランティア見て行ってるの人いっぱいいる。自分の子供みたいに、その子供に親になる。そうそう、養子ね、養子。じゃあ旅好きのママはアフリカはどんなイメージがある？サファリですかね。雑。一回でも行きたいですね。ね。ライオンを狩りに。ライオン狩りに。狩りに。ママ大きな泥棒は好きね。大きな泥棒が。泥棒じゃない。動物。泥棒じゃない動物。はるか、この花は何？ロータス。あ、そうだね、ロータス。どうしたのこれ？あれ、綺麗から、今日見て。綺麗ね。今日、これはるか撮ったの？うん、違うわ、ママ。違うの？このぐらい上手じゃないわ。びっくりした。私、二人の何もないわ、これ。はるか、カメラマンになれるじゃん、と思って。自分で撮ったのかと思った。え、すごいね。そんなことないよ。違うのか。ヤマはこの花は大事ね。仏教にみたいも大事。うん。これでいろいろな作ってるよ。洋服とか高いよ。茎から取る糸で服を作ってる、ね。はい、糸で。これはね、ニュース見てる時に何も書いてないで、その写真だけから綺麗かなと思って。好きな写真はちょっといっぱいですけど。今マセンジャーにもう一回送った。うん、綺麗ね。何も書いてない写真だけ。この花は意味いっぱいあるね。ヤンマでは？この花みたいになれるの女性はいいとか。ああ、強いイメージだ。もう強いイメージ。この花の中にも綺麗に咲くから強いみたい。ああ、どんなに汚い水でもね、綺麗に咲くから。ブダは生まれたの日にはすぐ立って歩くから、うん、普通な子供だと歩かないね。歩くとき、その歩くの下に足は痛くならないのに、その花は咲くね。痛くならないようにこの花が咲いて、はい、カバーしてくれる、はい、ニュースある？ない。ない。探したのにない。またでも今土日いっぱいね、社長。なエネルギー買ったからみんなでいろいろなお菓子とか作ってドネシしますよ。いいえ、お母さんの話もするし、今フェイスブックにもそのドネシいっぱい。バハに何もしないで、あ、本当食べたよ。そうですね。本当にアナディ好きですけどね。そう、前アナディの蓋いっぱいですけど、買ったから何もしない。なんでだろうね、アナディ。そうね。ね、食べたいよ、だから。でもね、昨日ね、帰るとき、でも不そな日はアナディの人ちょっと待ちでいっぱいね。でも昨日は誰もいないです。あ、本当？静かです。静かになったんだね、はい、じゃあみんなちゃんとあれだね、本当にコロナがあるから1日2日だけにしてちゃんとみんな休んでんだね。一応保健省から通達出てましたよね。あ、出てましたね。あ、そうじゃダメですよって。そうそう。みんな思い出して、まだダメだよっていうですね。私たちさんも言ってたね。私好きからそういうふうにしないでくださいとか言ってたから、
だから朝すぎの言うことを聞くからみんなしないとかエピソードに出てくる。すごいね、本当大好きだねみんな。はい、大好きだね、いいね、いいことだね。研究センター国立科学博物館ミャンマー生物多様性研究施設建設に協力で、日本語で言うと自然資源管理能力向上支援プロジェクトになっているんですか。ああ、なるほどね、うん、いいね。2021年に完成予定です。おお、来年できるんだ。もうすぐだね。もうすぐだね。今11月から。うん、あと1ヶ月だけ。そんな。いや、そんなすぐじゃないよ。1ヶ月じゃないよ。めっちゃプレッシャーかけるじゃん、はるか。まだ1年あるから。今2020でしょ、もうすぐ2021でしょ、うん、あと1月終わりと2021年は1年あるでしょ、はるか。まだ2021年だけかいつかにやりますよって、はい、そうだね、一生懸命頑張ってるから。チンシューとかね、マグウェイとかラカインとか、はい、あとは海のね、あのものとかも含めるから、もうエイヤワディとかラカインとか、ね、インレイコとかそうね、インデーもそうだね、はいはい、ナチュラルリソースだから大切にしていくっていうのを、ね、みんなで作っていきましょうってことだね、はい、ゴミを捨てない、はい、ね、で川に電気を流さない、はい、イルカが死ぬからそうですね、死んじゃうね、そういうのだね。はなちゃん、はい、ウォーターブーム行ってきたでしょ、はい、社長見たの。いや、なんか花が送ってきたああどうだったウォーターブーム。楽しいですけど、水はまだ綺麗くらいにそうなんだ、入ったんだ、綺麗くなかった。はい、人いっぱいいた。30人くらい。ああ、でもまあ、あれでもね、普通の日だから楽しいですよ、楽しいし、ちょっと今始めた時は初めてからね。花、せっかく送ってくれたけどさ、花がどこにも映ってなかったんだよねあまり、けど電話は持ってできないから。その班ではね、カメラマンいるですけど、写真1個はね、5センチくらい自分で欲しい写真は見て、これ欲しいから5000ちょっと、1枚ね、1枚だけ5000ちょっとから高いかなと思って、高いね。いいよママ、ママが写真撮って1枚100チャットでやってあげるよみんなでみんなで行こうか。はい、みんなで行きましょう。水ちょっと怖いんだけどさ、僕は最初 泳げるでしょ。泳げないのよ。そうですかなんで笑ってるの。私はできないのこともあるなの。あるよあるよ、知らない、いっぱいある。私も泳げない。あ、そう、はるかも泳げないの。でも水で遊ぶのは好きだよ。怖いですけど遊ぶのは好き。いいね。でもただ最初海とか好きじゃない。海の中には入らないけど、そのビーチで、はい、あのゆっくりするのは好き。だから社長と一緒に行くのはいいね。なんで社長は水で遊ばないから、私たち遊ぶところに社長は写真撮ってくれるんでしょそれはいいねそういうことかそうなんだよ、いつも友達と海行ってもね、僕は海入んないから、ずっとビーチからあの写真とかムービー撮ってって言われてずっと撮ってる、はい、だから一回もね、僕その写真に写ってないの思い出のね中に僕がいない。撮りましょう一緒に、はい、ありがとう、元気出るよ一枚ぐらい、一枚だけ本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは花と遥と秋と和でした。